イサム、久々の登場がサプライズだなんて。俳優の目黒祐樹さん、イサムとミノルとの関係が目黒さん自身のそれとオーバーラップしたのは私だけでしょうか。目黒さんの実はすごい経歴や家系、世間から言われてきた兄との関係の真相について気になって調べてみることに。芸名も目黒祐樹、1947年8月15日生まれの現在74歳。身長172センチ、血液型 A 型。家族は両親と兄の4人家族でした。東京でお生まれになったのですが、父親の仕事の関係で京都で育った目黒さん。裕福だったということを物語るように、関西の有名私立校の同志社中学から、同志社高等学校に進みましたが、中退してアメリカに留学しています。ハワイやセントルイスの高校で学んで、ボストン大学の演劇学科や USC で学びましたが、その後、中退されています。今でも、目黒さんは通訳なしで、ネイティブに近い会話ができるそうです。目黒さんが芸能界に入ったのは、特殊な家庭事情だったからだと言います。実は目黒さんはカムカムエブリバディの桃犬こと桃山剣之介を彷彿とさせる昭和の時代劇スターの近衛十四郎さんの次男でした。坂東妻三郎や片岡千恵蔵、嵐寛十郎、市川歌右衛門という四大スターの陰に隠れはしましたが、その流れるような盾は他の追随を許さないほどの類稀な剣豪スターでした。そして、母は元女優の水川八重子さん。時代劇で、近衛十四郎さんの相手役を演じて、近衛さんの不遇の時代も、共に一座を組んで地方を巡業したほど、夫婦の仲は、固い絆で結ばれていたようです。ですが、次第に、時代劇は、映画からテレビに移り、近衛さんも時代劇ドラマ、スローニーシリーズで、テレビスターの仲間入りをしましたが、さすがに年齢と時代の波には勝てず、晩年はモーテルや釣り堀を経営する実業家として成功を収めています。しかし苦労を共にしてきた最愛の妻が58歳の若さで胃がんで急逝したことに大きなショックを受け、そのわずか10ヶ月後に63歳の若さで妻の後を追うように旅立っています。悲しみから逃れるために、好きな酒と釣り三昧に暮らして、最後は、長男と一緒に釣りを楽しむさなか、脳内出血で倒れて帰らぬ人になったそうです。その長男こそが、故松方弘樹さんです。松方弘樹さんは、1960年にデビューして、映画、仁義なき戦いシリーズや、柳生一族の陰謀、ドラマ、人形差し取り物帳や名奉行、遠山の金さん。また、タレントとしても80年代の人気番組、天才、たけしの元気が出るテレビに出演すると、あっという間に世代を超えた人気者となりますが、プライベートでは、二度の結婚と離婚を繰り返し、二番目の妻の女優の仁科明子さんとの間には、仁科正樹さんと仁科ひとみさんを設けて、最後は、事実婚の30歳年下の女性に見取られて、脳リンパ腫で74歳で最後を迎えています。そんな大俳優を父と兄に持つ目黒祐樹さん。実は、5歳年上の兄よりも7年も先に、6歳の時に嵐寛十郎の息子役でデビューしています。子役で出演者からも可愛がられましたが、ドラマ、風小僧の出演を最後に、一旦、学業に専念するために休業。1969年にアメリカ留学を経て復帰すると、ジャンルを問わず多くの作品に出演。1980年のアメリカのテレビドラマ「将軍」に三船敏郎さんや島田陽子さんらと出演して、エミー賞の最優秀助演男優賞にノミネートされています。留学は無駄ではなかったということですね。1974年映画「ルパン三世念力珍作戦」では、ルパン三世をコミカルに演じてみたり、
1971年ドラマ「やじきた隠密道中」では、北さん役で父と兄と共演しています。NHK 大河ドラマには3度出演し、なんと「カムカムエヴリバディ」は51年ぶりの朝ドラ出演となるそうです。他にも、2時間ドラマやテレビショッピングの司会、旅番組レポーターや数々の舞台など、息の長い芸能活動をされていますね。目黒さんには奥さんと娘さんがいますが、奥さんとの馴れ初めは1969年映画「栄光の黒豹」での共演でした。奥さんは江夏優子さんという70年代にとても人気があった女優さんで、1981年に2人はホノルルで結婚式を挙げています。江夏さんの父方の祖父は市川省庁2世、叔父は市川紋之助という由緒ある離縁の血筋。そんな両親のもとに生まれたのが女優で脚本家の近衛花さんだといいます。花さんは目黒さんの娘であることを証明するかのようなとんでもない経歴の持ち主で、偏差値 62.5 の青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科を卒業していて、大学在学中には学業奨励賞の奨学生となって、外務省によりロシアに研修派遣されたり、フランスに留学もしていて、国際連合大学での職歴まであり、英語、フランス語、ロシア語のトリリンガルだとか。 NHK 教育テレビの番組 NHK 高校講座の司会者として芸能界デビューしている花さん。また2005年に映画探偵事務所5で女優デビューも果たしています。それだけではありません。2009年の NHK ドラマスペシャル「白洲次郎」では脚本家としてもデビューをして、2008年に出した詩集で受賞したり、2010年の映画「人屋に咲く花」で映画初主演して父と初共演も果たしています。すでに結婚されていて、その相手がなんと東京大学大学院卒で博士号を持ち、都内の研究所に勤務する12歳年上の天文学者だとか。その上、父親から文武両道を叩き込まれた彼女、剣道も初段の腕前なのだとか。才色兼備とは彼女のための言葉かもしれませんね。現在はお子さんもできて、目黒さんはおじいちゃんになったのだとか。ところで、目黒さんと松方さんといえば、巷では不仲説が噂されていましたが、実は半分は当たっていたそうです。目黒さんは松方さんとは30年ほど交流がなかったのは事実で、やっと関係が修復されたのは松方さんが亡くなる3年ほど前だったのです。後日こんなことを吐露しています。何十万人に一人の難病で11ヶ月もの闘病生活をしていた兄の松方さんは、それでも常に前向きだったそうです。そんな松方さんを兄として俳優として尊敬してきたのは本当だとか。そして常に背中が見えないくらい僕の遥か前を走り続けていた。追いつけなくなってしまったのが一番残念。そう兄を偲ぶ目黒さんの頭に思い浮かぶのは、あの兄の底抜けの笑顔と、自分の心に正直でいろいろあったけど多くの人が憎めなかった松方さんの姿だと言います。まるでカムカムエヴリバディでのミノルとイサムの関係のようにも感じます。目黒さんは今回のイサム役についてこんな風に感じているようです。自分の気持ちをうまく相手に伝えたいけれども伝えられない、そんな部分もある人物で、僕も後になって、ああ言っときゃよかった、なんで言えなかったんだろうと後悔することが結構ある。イサムは感情表現が非常にわかりやすくて、その単純さも含めて僕はイサムというキャラクターが大好きです。30年もの間大好きな兄に伝えきれなかった思い、その思いをイサムの気持ちに重ね合わせて、イサムのキャラクターに松方さんをダブらせているのかもしれませんね。なんだか今回のイサム役は天国の松方さんが弟に演じてほしいと思ったから、
届けられた役ではないでしょうか。俺の分まで長生きしろよ。そう言って笑っているような気がします。いかがでしたか？あなたはどう思いますか？目黒祐樹さん。来るべくしてきたようなイサム役。思う存分演じきってください。それではまた次回お会いしましょう。